アーヘン条約は、ドイツ連邦共和国とフランス共和国との間で結ばれた二国間条約。2019年1月22日に、アーヘン市庁舎の戴冠式ホールで、ドイツ連邦首相、アンゲラ・メルケルとフランス大統領、エマニュエル・マクロンによって署名された。条約が署名されて1年後の2020年1月22日に発行した。正式名称は、 フランスとドイツの協力と統合に関する条約。仏読協力条約の更新の提案は、2017年9月26日にソルボンヌでの演説において、エマニュエル・マクロンによって最初に行われた。エリゼ条約の55周年にあたり、マクロンとアンゲラ・メルケルはビジネス、社会、政治、技術における協力を深めることに賛成すると改めて表明した。 アーヘンがカール大帝の本拠地として共通の歴史を表すゆえにエリゼ条約の56周年にあたるフランスとドイツの日にマクロン大統領とメルケル首相が新条約に調印する場所として歴史的なアーヘン市庁舎の戴冠式ホールが選ばれた。さらに調印式典にはマクロンとメルケルに加えてクラウス・ヨハニス、ジャン・クロード・ユンケル、ドナルド・トゥスク、アルミン・ラシェットといった 他の行為の政治家も出席した。アーヘン条約は全28箇条で構成されている。条約の主要な6つの章には以下のように名前が付けられている。ヨーロッパ問題平和、安全保障、開発文化、教育、研究、移動性持続可能な開発、気候、環境、経済問題組織項目の中でも、とりわけ条約の目的は、 文化的多様性の強化と両国の安全保障上の利益の調整だった。アーヘン条約に基づいてゲーテ・インスティトゥートとアンスティチュ・フランセはアルビール、ビシュケク、リオデジャネーロ、パレルモで共同の文化的な施設を開く計画がある。さらに条約には潜在的な危機的状況における相互援助を含む両国の防衛政策の協力を深める目的もある。 この条約は、仏読議員会議設立の一助になった。条約の制定以来、いくつかの批判がある。特定の EU 諸国の他の他国環境力には、ベネルクス諸国、ビシェグラードグループ、ユーロ圏、中央ヨーロッパ防衛協力、EU ベッドグループが含まれる。ありがとうございます。